にちは、資産構築アドバイザー塚本真代です。この動画では、じゃん、皆様もおなじみですね、 CM でおなじみになりました、結果にコミットするっていう、このね動画を撮っていくんですけども、この結果にコミットするっていう、じゃあコミットって何なのかっていうところであったりとか、まあやっぱり、まあ、CM 見ててもなんとなくわかると思うんですけども、まあライザップの CM ですよね、これは。で、このライザップの CM でどういう風になっていくのかとか、まあそこら辺とかも踏まえてお話できたらなと思ってます。で、この動画を見ることによって、まあ、この結果ですね、どういうふうに、まあ、成功していくときに、まあ、これって最終的には結果が出るっていうことは成功したっていうことなんですけども、まあ、成功をどうやってやっていくかっていうところの、まあ、具体的な内容についてお話をさせていただきますので、最後までご覧ください。はい、では、まあ、この結果にコミットするっていう、コミットって何なのかって言ったときに、結構これビジネス用語になっていくんですよね。ビジネスマンは結構知ってたりするんですけども、ただビジネス用語といえども、一応これね調べた結果なんですが、年収400万以下の方であれば、ちょうど 49.9% がこの言葉の意味がわからないって言われたんですよ。年収400万の方が、400万以下の方ですね、っていうことを言われてたんですけども、やっぱりあとね、年収700万、まあこれがじゃあ年収700万になると、結構ここはすごくって、もうほとんどの方が分かってるって感じでした。はい、700万以上はもうコミットの意味が、まあ、理解されてるっていうことなんですね。で、これどういうことかというと、まあ今皆さんがコミットの、まあ、具体的に、まあ、どういう意味かっていうところですよね。これについてお話をさせていただくんですけども、コミットっていうのは、まあ、一番簡単に言うと、もうこれですね。約束する。はい。まあ、この約束するっていうところになってきます。で、あとは、約束する以外に何かと言われると、一応積極的に関わるとか、コミットってね、英語になってくるので、積極的に関わる。まあ、約束するが一番ね、大きいんですけども、あとは結果を出すために、出すための、まあ、最大限の貢献をするみたいな。なんですよ。約束するとか、積極的に関わるとか、まあ、結果を出すための最大限の貢献っていうことなんですけども、まあ、これはまあ結果にコミットするの意味ですね、ここが。はい、っていう形になってくるんですね。で、実際にじゃあこの結果にコミットするって、例えばまあ年収700万の人とかだったら、年収700万にまあコミットするみたいな、約束するみたいなところもあったりするんですけども、まあどちらかというとこれライザップさんでお話ししてる、まあ、CM でね流してる形で言うと、やっぱりまあキャッチフレーズでめちゃくちゃ有名になりました。成功ですね。はい、ここの成功に行くまでに、まあ、コミットをしないといけないんですよ。でも、ほとんどの方がやっぱり自分との約束って守れないんですよね。この自分との約束を守れない方が多いっていうところです。守れない、はい、自分との約束ですね、やっぱり守っていかないと、結果が出ていかないっていうことなので、結局は、やっぱりストイックに何でもやっていかないといけない。で、ストイックであったり、私が一番思うのは、やっぱり習慣化はさせないといけないですね。もうこれが一番大切です、習慣化。はい、習慣化です。はい。じゃあこれ習慣化って何かって言ったら、ライザップで言うと、結果にコミットするっていうことは、習慣なんですよね、これって。
で体力作りであったりダイエットとかっていうところになってくるので、まあ、コミットするのにじゃあ1ヶ月間しかその期限がありませんってなった時に、1ヶ月間でじゃあどういう風にコミットをしていくのかっていうところですよね。はい、じゃあこの1ヶ月間でたった1日しかやらないんだったら意味がないわけなんですよ。じゃあ結果を出すためにはやっぱ1日だけじゃないです。もう毎日ストイックにやらないといけないわけなんですよね。まあ、あとは私の中ではストイックですね。はい、ストイックにやるっていうことです。でこれが例えばじゃあ年収700万の人がですよ、年収1000万になろうと思うんであれば、例えばですよ、これまあお休みの日とかもあると思うんですけども、その休みの日まで仕事のことを考えてめちゃくちゃ、まあ、コミットして、まあ、ストイックにやるっていうところであったら700万から1000万とか達成しそうじゃないですか。っていうかやった方がいいと思ってて、で習慣化ですよね。まあ休みの日ももちろんいるんですけども、じゃあ今、まあ、経営されてる方とか、やっぱ今結果を出されて、まあ、成功してる方って何をしてるのかっていうところですよね。成功者ってやっぱりもう習慣化を習慣させて、まあ、自分のビジネスのことを一日たりとも考えない日ってないと思うんですよ。でここのまあ習慣をさせたら、まあ、成功にいけるっていうところで、まあ結果にコミットするこのライザップさんもそうですよね。最終的にはこの成功を収めるっていうところ、まあ、コミットっていうのが、まあ、ここに入ってくるんではないかなっていうところですね。まあ、これをねしていただくことによってね、人生って変わるわけなんですよ。大ごとかもしれないんですけども、私はやっぱりこの結果にコミットするっていうところでも人生を変えるっていう決断だと思ってます。まあ、例えばそのちょっと皆さんがねこのライザップさんに行かれた人がいるかもしれないですけども、ライザップさんに行った時に、まあ、向こうでは、まあ、ライザップにじゃあ入って入会してやりますかって聞かれて、やりますって決めた時、じゃあこのやるって決めた時ってやっぱりその時は気持ちは、覚悟は決めてるはずなんですよね。覚悟決めたけども、そこでじゃあ人生を変えて、例えば、まあ、太ってた方が痩せたっていう形であれば、そこで1ヶ月間このコミットをしていった時に1ヶ月後に何が起こるかって言ったら、まあすごい、まあ、スリムになって、やっぱみんなから変わったねって言われて、努力したねとか言われますし、で自信がつくんですよね。まずは自分に自信がついた時に何が起こるかっていうと、まあ、人からは好かれます、絶対に。でちょっと話がすごく飛んでるかもしれないんですけども、人って自信を持てば人は寄ってくるんですよ。で人が寄ってくるっていうことは本当に影響力のある方になっていくので、まあ、そういったところで言うと、本当にここですね、まあ、人生の決断じゃないな、まあ、人生が変わるっていうところですね。もう本当に人生変わります。はい、なのでもう皆さんも、まあ、例えばですよ、これ月収100万稼ぎたいとか、まあ、これ今年収で、ね、1000万とかっていう話をしてましたけども、月収100万稼ぎたいっていう人がいるんだったら100万稼ぐためにコミットをしてください。めちゃくちゃ大切です。はい、で、まあ、今回は重要なお話をさせていただいたんですけども、まあ、いろんな動画を撮ってますので、マイチャンネル登録と、でまた、私の LINE アットに、まあ、この動画を見た感想であったりとか、まあ、結果にコミットしていきたいなとかっていうその意気込みがあるんであれば、 LINE にまあご登録いただいて、はい、この結果にコミットって入れていただければ嬉しく思います。はい、では今回の動画は結果にコミットするという動画を撮らせていただきました。最後までご覧いただきましてありがとうございます。